This is not OBS this time. I just saw a bunch of things, but the only thing I gotta complain is this. But anyways, here it is. We just wanna get out. Oh yeah, you're gonna really see a lot of these things, and I think it's like, why is it lagging? Okay, it's not lagging anymore, so that's good, that's good. So I'm pretty sure it's just gonna take my Japanese. Not the translator that we got in the beginning. Good boys and girls. Let's, we're gonna talk about Mario stepping himself again. So also one more thing. You might not be able to hear me, but I'm pretty sure I might be able to talk as loud as I can. That's all I gotta say. It's 2 o'clock now. Let's begin. And then there's that. スタジオから音届けすることになりました。まあ私の部屋からの放送もそろそろ飽きてきた頃だと思いますしね。ねえ、we're not。実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。皆さん、ソーシャルディスタンスを昨今保ってですね、感染予防対策に気を配りながら、進行しております。では、早速参りたいと思います。まず最初に、 Say that in the end, boy. Okay. Let's see what they buy since we got Among Us yesterday. Hold on. More Final Fantasy 7 characters. Let's wear it. Who's Tifa? Alright. Quality was beautiful. Oh, never mind, it's back up. There it is. Again, Final Fantasy, but whatever it is. Look at where it's coming back. From the Wii U. Wait. Congratulations! Sakurai, you just pissed off a bunch of people. I don't care about the chat anymore. All I can say, everyone's pissed now. Alright, founded by Gino. Yay. Also, the quality must have been really bad. Let me check the set. For some reason, it won't let me open settings. Ah, 360 key.20は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 は20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 は
Kyros とは。Who is Satharos? How do you say his name? And turn off the captions. Great! FF7 に登場した伝説の FFVII, we're gonna get used to FF7. I didn't have it before. そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも FFAC ファイナルファンタジーアドベントチルドレンに寄せてみました。I think we knew that. We should have Minecraft and now FFVIIAC. Yeah, like a lot of fun by getting a bunch of people demanding and also the free money thing. ゲーム内のカメラは特殊なもので、また開発中のものであることもご了承ください。では、参りたいと思います。Wow. Weeks. Special camera.Only for him.
さよなら。はい、これがエマブラにおけるセフィロスです。最大の特徴はやっぱり剣が長いことですね。 It is long. 剣が長いので位置がとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすいということ。そしてその長身の割には軽いんですね。すぐにやられちゃう。 Oh wow, how is this? Oh wow, is it really useless?上半身裸版の長身の割には軽いんですね。上半身裸版の全体的にセフィロスだから暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、 7P、8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい。目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。そしてI think everyone knows that セフィロスのピンチに Mars has the English片翼が生えるといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増します。そして、空中ジャンプがもう一回できるようになります。つまり三段ジャンプができるようになる。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになります。こんな風に攻撃に打ち勝つことができる。とは言ってもダメージを防げるというわけではないので、使いすぎにはご注意です。例えばワンミスするとなくなります。わお、How do you start not be good? なくなることもあります。ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を関しても判断されます。例えばストップするとなくなります。100% 超えてもまだ片翼が出ませんね。やっと出ました。ストック数が劣勢の時にはもう 30% 程度で片翼が出てしまう。こういう違いがあります。それでは次の技の説明、基本的な技をご紹介したいと思います。でもその前にスイートスポットについてお話をしておきます。例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前よりが強いです、ね。例えばこういう位置の場合、斬撃をするとこのようになります。一番近いのが7、真ん中が12、先端になると9になっていますね、ダメージが。斬撃は中央が一番強いのですが、突きみたいなものは先端が強いことが多いです。ご覧の通り。まず弱攻撃、他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に早く出る方なので、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃、前の方に踏み込みながら攻撃する技で結構なリーチもあります。また、踏み込む必要にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃、見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち分けすることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃、当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いです。次に下強攻撃、移動するので牽制に向きます。 We have the A slide, A slide. Not just a slide, it's A slide. No exception. ただし相殺されなければの話ですが、次に横スマッシュ攻撃、威力のある全力スイングです。リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。なあシャメさん、次はかなり大きいです。仮にかなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。次に上スマッシュ攻撃、かなり広範囲を襲う技です。地上の前後の相手にも当たります。まあ、そういうのですが隙間はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃、これはガラキで結構広範囲を攻撃することができます。威力も高めです。地面に当てないと瓦礫は出ませんが、復帰阻止をすることは可能です。あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド破壊が強めです。次に通常空中攻撃、
この手の技としては範囲が全体的に広めですね。隙が大きいセフィロスの技としては早く出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。次に前空中攻撃、かなり長いリーチを誇る主力技です。リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。なのでそういう場合横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。そしてもう一つ特徴がありまして、なんと前空中攻撃、壁に突き刺しジャンプすることができたりするんですね。これをいかに使うかというと、こう併用を使うなどが考えられます、ね、そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので、小ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃は16フレーム、そんなこと言ってちゃいけないですね。愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは世界でゲームしていいんじゃないかなと。というわけで、前空中攻撃で当てると楽しい、後ろ空中攻撃も当てると楽しい、そんな感じでいかがでしょうか。次、上空中攻撃、後輩の投げ払いです。先ほど上空中攻撃と似てますが、実際代わりに使うことだってできます。前方の攻撃範囲などは広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と言われている急降下攻撃です。 Hell! You said hell! いい Yeah, it's intense, bro. Hell! 攻撃範囲はかなり広く、しゃがんでいてもこの通り、またその頭身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰措置も可能だと思います。一応メテオもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自分自身ですから、もしもメテオを使いたいなら足場を最低限キープして使った方がいいですね。次に掴みや投げですが、剣を持っているファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。これ前投げ、これだ、後ろ投げ、テレポートして投げてますね。上投げ、すぐにコンボにつなげます。そして下投げ、まあ、投げの威力は低いといえど何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、いろいろ検討してみてください。それでは、必殺技のご紹介です。通常必殺技は貯める段階によって3つの振り道具を使います。ほぼ貯めずに打つとフレア、距離が比較的長めで最後に爆発を行います。わお、ちょっとだけ貯めるとメガフレア、それよりは最後の2回ですが、ね、そして最後まで貯めるとギガフレア、And Gigabyte might be broken by anyone who is 100 over around 60 in your engine. かなりの時間がかかりますが、威力は絶大です。More is getting tortured nowadays. 途中でためを止めることはできますが、ための保持はできません。性質上、ギガフレアは空中では使えないことになると思います。ため時間が長すぎるんですね。ギガフレアにはこんな使い方もあります。That would make it even more broken. 混ぜてみたんですね。またこういう使い方もあります。掴んじゃう。こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるのか、なんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それ後で説明します。一応吸収もできるんですが、
大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。反射もできます。反射はギアフレは絶対に反射されないことをお勧めします。もう蓄積ダメージゼロでも。69! And you're dead. So that would be well. 飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。I don't think shield's gonna help, but that can play is gonna be broken. 次に横に刺す技、シャドウフレアです。シャドウフレア。なんか、just an arrow snap ですよね。とにかく細い球を打つだけなんですね。貯めることはできるけれども、見た目そんな大きな変化があったようには見えないですね。でも、この弾全く異なる概念を持つ飛び道具です。But how? この細い弾を相手に当てると、周囲を回転する弾になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。Okay, 壁とはいや、重ね掛けによって相手の周囲を回る弾の数が増えます。最大5つまで。することは可能です。シールドされることを起こして、掴むことも可能です。なお、発射時に切り替えることもできます。I don't know why. Can't figure out how to do it. こういう使い方もできるかもしれないです。Another combo broken. このシャドウフレアは大乱闘の場合、Me. There's no actual names. 第三者に対してなすりつけができる。I thought you just put it there. That's not good. まあ、どっちに転んでもセフィロスには有利ですから、使うに越したことはないと思います。なお吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいですが、ちなみに broken for the Giga Flare 拾うとどうなるか、こうなるんです。 This Just this 人の周りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。親切ですね。上ヒッサー一戦です。これ、技で、Firefox などに Firefox、just like that old browser that no one cares anymore。 相手に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一戦だったのですが、ボタンを押し続けるとハットを一戦という破壊切りつける技になります。こういう個人系の技には珍しく十分な撃墜性能があります。地上での敵際では止まってくれます。だけどちょっと浮くともうどうにもならないので、エンジャーエンジャーが飛距離を増すと差があります。これハット一戦、ハット一戦の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一戦を使うのがいいですね。もちろん本来は復帰に使うためのものです。一線はすぐに崖に捕まることができますが、ハット一線は少しだけ上の方に飛び出してしまいます。それを使って攻撃するという手もありますが、この違いにはご注意ください。次に下必殺技の先行と言います。ハリカムシールドから先行を一連で放つ技でカウンターのように使えます。カウンターと異なり、当たっても当たらなくても先行になるのがポイントです。受けた攻撃の強さによって先行がパワーアップします。見てくれの通り後ろからの攻撃には無効です。なお残念なことに飛び道具は反射できません。防ぐことはできるんですけどね。さらにカウンター系としては珍しく強い攻撃に破られてしまうんですね。最大チャージショットなんかもまあ厳しい部類です。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいですね。最後の切り札はスーパーノバ。セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここザーの人たちが自分のリアクションを取ってるというのを気づきになりましたでしょうか。 There's a supernova. Oh, that on the trail. 気に入らないので寸前で止めてみようと思いますが、右から一人は吹っ飛び、一人は機能、Launch? そして一人はシールドブレイクを起こしているように見えますよね。
原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。フットビー、フラフラ、寝る、スロー、ランダムで歩いてくれば、それは全然パーフェクト。フラフラになりましたね。こうなったら、さっきのギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの一挙撃墜なども狙えるわけです。お花はダメージが大きくなります。普通に食らうように So I think your recommendation is get rid of the flower. これはキノコ。ああ、キノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。ところで、クラウドのドゥースは AC バージョンを入れました。攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。はいな。Northern Cave。 次にステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになってるんですね。これ、なんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。しょうがないけど。なのでこれネタバレを見たくないという方は回れない。 I wanna stop watching and forget about the emotes, forget about the emotes, you all saw the new fire, everyone's still pissed, everyone's pissed about Gina, I don't care about the chat, what's that chat, everyone's still saying for me, I'm pretty sure they're all gonna spam it all day. まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。北の大空洞、ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられる。 FFVII Evolved。 そして I know it's FF7 but I'm gonna keep going on it. FFVII it's not gonna catch up. It's not gonna catch up. そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第二形態も飛んでいます。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決死でかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。星の体内にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ぴょんぴょんジャンプしたりしますけど、This is more like little green screen like that. And like you just play a movie on the background. It's just like, oh, we're finding a movie. We're finding in the movie theater. But the stage is not the movie theater. Even if they play movies from. この辺りはリシディア・ファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。Did you see the シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。No synthesis. 基本的な床もこの辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。ホーリーが発動し、そしてパーティーは脱出を図ります。逃げろーと。 Get out of here everyone. そして We're going to hell. We're gonna get out of hell. そしてホーリーが飛び出し、 The Holy Flies out and the Flies are something new. Now we're just basically watching the whole thing. Forget about the fight. We can just watch the whole thing. しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。 Unlike Final Destination, that doesn't count. I don't really think it was. Let's see him in action. それでは実戦に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。で、本気度は一番高くして始めます。なぜか。なぜか。これはボスラッシュが楽しかったですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあ、もともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。だけど当然手強いので。気をつけなきゃいけないですね。最初はリオレウス。しかしつくづく、なんてゲームだ。
いいのかこれは。Is this really okay? Is this overpowered? I really don't think so. Not anymore. ですからね、すぐに飛んだりとか逃げたりするのが合ってるんじゃないかな。尻尾くれ。尻尾をくれ。でもその前に面白いもの拾ったね。Man, I think something interesting. What is it? I guess we're not gonna know. That's true. Well, that was useless. 落とし穴。いて。尻尾やりましたね。これも食らって。わお。セフィロスの最後のとどめがタルって。It's a barrel. Yeah, a barrel. 次ガレオムです。スマブラ X を放送させますね。Bro, and the better angry man was like that. まあまあそんなに怒るのはやめようよと。お？ちょっと食らっちゃった今。あ、握られてますね。まあまあそんなに怒らない。怒らない。You gonna go left? Turn red. So you must be pissed. はい。Well, that was easy. It's like I can beat everything in one go. What's that about? Just walks away. はい。ちょっと怪奇物っぽい。Marks. 怖いと言われてるマルクですが。このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。年齢推奨制限に引っかかっちゃいました。This is suitable for all audiences. What is this rated again? 眉毛にしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖かった。細かい植物かな。お、割れた。We split apart. I can see.自分が終わったんじゃないです。I didn't do it. お客さん目が変になってますよ。What is the guy doing now? Doing this gameplay that he was first try. This is the first time I was like, Boo, scared. You made it, so you know this should happen. Is this really good?Nah, whoever feels the cat in there, then just let him rip his face off. Yeah, kinda. あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次、ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だと、なんだ伯爵状態。頭にしか反応がないから、そこは気をつけないといけないですが、見ての通り、ウエスマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないですね。ここは素直にシールド。無理するのはやめよう。おーっと無理した方が良かったかな。イエーイ。さて、こっからが本番です。The real parts now starts now with lag in between. Thank you. スマッシュ横とかをうかつにやると全然隙がでかくて反撃食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。本面談みたいな。いかんね。またやっちゃったね。なんとか肩横は出ないで済みましたね。いや出してもいいんだけど、むしろ出した方が。次魔王ガノンは戦い方をよく考えないといけない。Why does it play as Gandalf if you fight yourself? That would be weird. 判定がない。いや判定はあるんだけど、他がみんな全身無敵になってるって。まあ無理せず行きましょう。チャンス貯めちゃおっかな。And you don't take damage when you get hit by the Giga Fire. Ask that to Rock himself. Sakura's first lose? Took his first lose live? You can't have that. It's quite fucking lagging. Yoshi, Yoshi. Nice. Nice.
We don't know. 次ギガクッパです。ギガバウザーみたいな。やっぱり攻撃が思ったよりも広いので何とかしなきゃいけないですね。発動一線で抜けてみたりして、まずいここまずい。危ない。ああいうことをしていちゃいけないんです本当は。何しろこれ掴みがありますからねこの人。危ない。結構周りが広いよ。届かないし。His sense won't reach, so make it louder. I mean bigger. まずいね。This is bad. Cause you only have 19%. 当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。もうこれも良くない。ちょっと届いちゃう。よし。Got him. He dead. Come on. Hell's Gate. This guy, this guy kill you. 本気度 9.9 いっちゃいました。はい、マスターハンドとクレイジーハンドです。それが北の大空洞でなぜか戦うという。これは最初からまずいね。ピヨッタ。Sakurai might be losing. This might be Sakurai's first loss in history. Unless he cheated, it's like, oh, I did not die. 蓄積ダメージが。座りたくない。うわー、このアングルを小さくされるのとても危険。 You're so narrow. We don't get to see the background. できれば、お、いいぞ。いってーい。Okay, and we more has been activated. I'm seriously in pain. You're gonna die. He's gonna die. Sakura's first loss in history. That's a long finger. Is he gonna fail? Come on. でも一撃食らえばやられそう。今掴もうとしたね君。一人で10体ぐらい倒せばいけるかな。よし。Yes, I win. はい、終わりました。お疲れ様でした。さらばだ。ハウスゲイリング。He did it again! ハウスゲイ。本気度 9.9 のまんまでしたが。Wow, incredible! 99990. I lost this mode on hardest difficulty. We're done now. Sunlist. Sunlist? I'm at Songlist. Only 32 minutes in. Yeah, there's only 9. Wow! It's better than Cloud from Cloud. ミッドガルステージにも追加されます。Good. 今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをしてスクエニさんはケチだというような話をする人もいるんですが、それは違うんですよ。We have some challenges. 言わせていただきます。やっぱりですね、例えば曲なんて言うと、ゲームはベースのゲームはパートのコラボレーション。There are some ベースのソングのミュージカルが含まれている。世界で Need approval from all the other O's in all regions. 許諾を取らないといけないんですね。まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたり、国によって全然違ったりっていうことを権利をみんな解決して実装しているんです。まあ、つまりスマブラがちょっとおかしいということで、認めていただければと思います。さて、肝心の配信日です。December 22nd, perfect for the Christmas. Two Eves Christmas. Two Eves before Christmas Eve. So it's Christmas Eve. 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 Day. 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 Or whatever. Boxing Day. Hey, now it's in old lane. Now it's in all in order. Don't worry, it says ideal. What is ideal? No special spotlight is earning up bosses. Take a look. Sato's challenge.
払いますです。なんよと、し、ボスとそししててリのミ世ットタ界イムをを戦リうミッ期トスカイ間ゼ限ゴース定ペですげんの特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくする予定です。本当は最初に選んだ難易度をクリアできなければ、正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにはしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れるようだけど、ハードすぎるかなと思い、さすがにそれは取りやめました。The cancel the idea, not why, you know. チャレンジの配信日は December 17th to the 22nd. Okay, I like that. 10時までの予定です。もちろんセフィロスを買っていないと実現しないので、これもご注意ください。さまざまなアップデートは本配信23日に行われます。2D クラウドに超級武神ハザーバージョン5が追加されたけど、あ、それがプレイヤー2バージョン、そのオリジナル。できれば Avic Children? I mean, Avic Children? セフィロスチャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったです。ですが、この5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。戦場、小戦場、大戦場、終点において全局抽選とオレ局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全局抽選とステージセレクトからの選曲は、すべてのステージ曲が対象になります。オレ曲セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場のオレ曲セレクトの中から抽選されます。あと、ゲーム内でご紹介することができなかったので、セレクトの勝利者の名などをお出ししたいと思います。maybe wait, but alright, let's see it. You're all going to hell for this. You're all going to hell if you lose to Sephiroth. That's it for today's broadcast. So forget about fuck the amiibo. We're not gonna get any amiibo. So. Okay. 機材トラブルがありましてね。どうも音響とかにノイズが混じるんですって。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら。I don't think there was any problem like that. 確認できるっていうのは大事ですね。そういう意味でスタッフさん本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。どうもありがとうございました。バイバイ。Game footage is not final. So subscribe channel will be today. So all the easy. You defeat.Defeat and then boom. But choose your best character. For some reason, like, this thing couldn't register for some reason, so, like, do this. Is it lagging right now? Because I'm pretty sure it's lagging because I want to see the people's reaction. Poggers! Yeah, thanks you for so much! We're still getting this. Someone's the same Waluigi? Free Gene. I think someone misspelled Gino wrong.Everyone saying bye, thank you. Everyone saying bye, thank you, love you. No. Everyone's still saying hashtag Fumi. He really hasn't responded to that, so I honestly don't think he will. So I guess that's really it. Hope you guys not enjoyed this video. Comment, just like, and subscribe, and I just hope this one doesn't lag. So, anyways, I hope you guys not enjoyed this video. Comment, just like, and subscribe. Hopefully this gets 40 minutes. So, that's it. Not really it. So, I just want to make sure. And I think the least get it to 40 minutes. So, I'm just going to say nothing. So, that's all you're really going to say. You're done. You're done with the video. So, guys, not enjoy this video. I'm going to need to exit out this 3939 and get rid of this.And now it's gone, so hope you guys not enjoyed this video for real this time. I just want to get into the 40 minute mark. Hope you just like and subscribe, man. I'm just gonna leave now. 3, 2, 1, bye bye. Wait, yeah. 3, 2, 1.
Bye.